ウーバンディというわけで本日はこちら新宿御苑駅から徒歩5、6分ぐらい両国さんにやってまいりました。いやこちらちゃんこ鍋がいただけるお店ということなんですけれども、弊社社員とですね YouTube の今後について打ち合わせがてらちょっと食事会でもみたいな感じで誘っていただいて、こちらのお店やってきたんですけれども、普通にあのちゃんこ鍋食うだけじゃちょっと面白くないということで、今回はですね鍋を食べてる間にどれだけバレずに竹永のお約束の空振りなどができるかというチャレンジをですね勝手にやってみたいと思います。果たしてどんなちゃんこ料理いただけるんでしょうか、楽しみですね。それでは今日も張り切ってゴー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 でしょ。はい、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。ごっつぁんです。8倍8倍。というわけでこちらのお店ちゃんこ料理がいただけるお店ということなんですけれども、お相撲さんが作る料理はすべてちゃんこって呼ぶんですよっていう豆知識は置いといて、鍋だけじゃなくて他の料理も充実しているということで楽しみですね。それでは向こう上面の竹永親方。はい、というわけでこちらが両国名物ソップちゃんこです。そしてこちらがオニオンリングツリーです。いただきます。いいですね、この透き通った塩ちゃんこですね。鶏団子いただきたいと思います。いいですね、やっぱ冬は鍋あったまりますね。こちらですよ、このオニオンリング、サクサクでうまいっすね。玉ねぎの甘みとで衣がサクサクで、あで玉ねぎも聞いたことあったんで、はいはい、いいかな、ブラッツのなんかライブの終わりに、はいはい、一回聞いたことあったんですけど、来年はあれなんで、もしかしたら再来年とかどうかなってふわっと思ってるんですけど。はい、そしてこちらが大きなチキン南蛮です。宮崎県の人に教えてもらったって書いてありましたけど、宮崎のチキン南蛮ってそうみたいなんですよね。なんかそのタルタルソースよりかは甘辛だれの美味しいです。しまったな。いやまあそうなんですよね。チキン南蛮の衣にしっかり味が染み出て、ちょっとニンニクの風味とかあって、このタルタルソース美味しいですね。はい、そしてこちらがでっかいエビマヨです。はい、こちらエビマヨもでかいですね。すげえなこれね。チリソースが甘辛で、すげえ。ナッツのね、歯ごたえも美味しいですね。はい、こちらがおにぎりです。海苔の風味が香ばしくて美味しいですね。はい、そしてこちらがドイツ風パンケーキ、ダッチベイビーです。ナイフを入れただけでこうふわふわ感が分かりますね。すげえふわふわだ。はい、というわけでこちら完食です。
というわけでいただいてきましたけれども、いやーいかがだったでしょうか。弊社社員の中でも比較的喋ったことのない社員だったんで、単純に人見知りが出てそこまでグイグイいけなかったっていうとね、合計が10空振りぐらいでしょうか。というわけで皆様も忘年会や新年会などこっそり空振り試してみてはいかがでしょうか。以上こちら、両国よりお送りいたしました。ごちそうさまでした。